今月浜田翔子です。今回はですね、下着の購入品を紹介できたらなって思っているんですけど、今回のブランドはですね、シュッとインティメイツっていうブランドの下着ブランドになります。こちらはですね、一度紹介したことがあるんですけど、ここの今結構キャンペーンをしてて、でシュッとインティメイツっていう意味は内緒ねみたいな感じのフランス語で、シュッとシーで内緒っていう意味らしいので、すごく可愛いなと思ってるんですけど、あとねデザインがめちゃくちゃ可愛くて、今回は2回目の注文になります。で今回ホリデーシーズンということで、ホリデーシーズン系のちょっと下着だけど、まあキャミソールとショーツとカーディガンを購入したので、そちらを紹介できたらなって思っております。着用してるところもありますので、よかったら最後まで見てください。ということで、最近シュッとなだけにシークレットセールもねやってるんですよ。で多分私は会員なので、今ね会員の私のランクはブロンズ、まだちょっとね、まあ、最近購入し始めたばっかりなのでまだブロンズなんですけど、多分どんどんランクによって変わってくるかと思うんですけど、ピーチジョンとかもすごいランクによって何パーセント割引とかすごいね大きかったりもするので、やっぱネットでこうやって購入するとポイントもね、まあ多分お店でもわかると思うんですけど、お店もシュッとインティメイツもありまして、あ、そうだ、それも、そう、私、そう、私事なんですけど、髪の毛を切って初めての下着購入品紹介動画になります。短くなりました。ちょっと遅くなった。ということで、まず1着目はですね、こちらになります。じゃーん。真っ赤なカーディガンになります。結構ロング丈の、こちらは、ラコンシャギーロングローブっていうものになるんですけど、ラコーンで合ってんのかな、ちょっとセールになってまして、結構ロングな、本当にね結構ふくらはぎも隠れるぐらいの丈のカーディガンになります。私は今回このレッドを購入しました。すごい、レッドってあのこういう赤いこういう可愛いのってすごいなかなかなくて、でこれはなんかもうすごい本当可愛いと思っちゃって、一目惚れですね。なのでコートとかも赤探してるんですけど、なかなかいいのなくて、なのでこのカーディガンすごいね、長さがめっちゃ丈感が可愛いなと思って、レッドとブラックとグリーンのカラーが一応あります。でちょっとグリーンはネットだともう売ってないんですけど、セールになってて7480円が 30% オフになってまして、私は5236円税込みで購入しました。でこちらサイズは M と L があります。私は M サイズを購入しました。 M サイズで結構ね大きめなので、こういうちょっと薄めの私パジャマが結構好きなんですけど、部屋にいたりとかすると寒かったりするので、こういうのがね一つカーディガンあるとめちゃくちゃいいかなっていうので買いました。やっぱり、ね、赤とかって映えるので、とても顔がなんかよく見えたりもするので、あの撮影とかになると赤って逆に赤が勝っちゃって肌が悪く見えたりもする時もあるんですけど、とにかくねこれだけでもクリスマス気分味わえちゃうし、まあ、お正月も赤ってなんかめでたいしね、なのでこの冬のシーズンにぴったりかなっていう感じで、こうやってね着てるだけでも可愛いかなと思うので、すごいあったかいですね。こちらはねコートとして着ている人もいるし、アウターとして使ってますが、すごく暖かくて気に入ってますって方とか、口コミもいいですね。これ普通の服として使えるんですけど、普通の服としてでも5236円って結構いいかなと思ってて、下着屋さんのこういうカーディガンとかセーターとかって結構可愛いの多くて、あとラビジュールが最近すごい可愛くて気になってるとこなんですけど、ラビジュールのセーターもめちゃくちゃ可愛いんですよ。でそれも最近また安くなってるので、もう今ね下着めちゃくちゃ買いな時期かなと思います。もうすぐもっとセールすると思うので、この時期にねたくさん下着を買い替えるのはすごいいいかなと、おすすめかなって思います。でこのシュッとインティメイツのあのブラとショーツは購入したことあるんですけど、ちょっとすごいデザインはめっちゃ可愛いんですけど、私的にはちょっと他社のブラジャーと比べるとちょっとしっかりは作られてないタイプ、ちょっと薄めの感じの作りになってるので、こう着心地はすごく軽くてすごいいいんですけど、洗濯とかをしちゃうと結構傷みやすいかなっていう感じはちょっとしました。ただでもすっごいデザインが可愛くて、なんか羽の感じのついたのが新作で出たりとかして、シュアライトブラとか軽めのブラなので、軽めがいい方はすごくおすすめのブランドかなと思います。あとですね、ナイトブラもすごいおしゃれなので、ちょっとお値段は全体的にはするんですけど、セールになると結構ね買いかなって思います。であと福袋も販売されてて、なのでなんか初めて買う方とかは
福袋から挑戦してもいいのかなっていう感じで、結構たくさんある。なんか安い3300円から6600円のとか8800円のとか、8800円のだと3万7290円分相当ぐらい入ってたりとかするので、もう買いですね今のうちに。デザインは選べないかもしれないんですけど、ここのブランドが可愛いなって思った方はめちゃくちゃ福袋も買いかなと思います。で、私が多分ここのブランドが好きなのは、リンクが結構チャコットっていうバレエの専門系のチャコットのオンラインショップとかもリンクにあるってことなので、ちょっとバレリーナっぽい感じのデザインもあったりして可愛いかなと思います。はい、そしてもう一着の方になります。もう一着はですね、こちらスリップを購入しました。久々のスリップ購入になります。こんな感じで真っ白ホワイトのスリップになるんですけど、こちらレッドとホワイトとブラックがありまして、すっごいレッドが悩んだんですけど、なんかこういうのはね、やっぱ白の方が可愛いかなって使いやすいかなと思って、私は白にしました。こういうスリップのシンプルなのは、まあ黒とかを持ちがちなんですけど、白はなんかこうホテルとか行った時に、旅行に行った時とかにもこれをパジャマにしてとか使うのもありかなと思って、あとすごいねちっちゃくコンパクトになるので私は好きです。もう結構ね本当に透けております。なので中にブラジャーをつけてとかでもいいですし、ノンワイヤーのブラとかつけても可愛いかなと思います。色を違う色に赤のブラジャーとかをつけるだけで全然ねクリスマスって感じになったりとか、この中に真っ白つけたらもうとってもピュアな感じになったりとか、本当に色が違うブラジャーによって全然なんか演出が違うかなって感じがします。ちょっと可愛い感じのスリップになりますね。で、横とかは全然スリットもない感じになってるタイプで、ちょっとロングめのものになっております。で、こちらも値段はですね5280円のところ 30% オフになってまして、3696円の税込みになります。で、サイズが80、85、85、85、90、85っていうね3タイプサイズがあるんですけど、ちょっとこれ私もね分かりづらかったんですけど、私は80、85のサイズを購入しました。で、このスリップ&ショートセットなので、ショーツもついてきました。ショーツもこんな感じになっています。なのでこのドットがね、さっきの胸のところのタイプと似てる感じになってまして、ここのフリルがめっちゃ可愛いですね。この谷間のところのフリルと、あとこのショーツのところのこの際のところのフリルがついてる感じになってます。で、結構もう本当に透けてるタイプになってます。で、少しこの透けてる部分のドットの部分がちょっとなんか青じみてる感じ、ちょっとね私の今着てるこういう感じの色でちょっとグレーがかった青っぽい感じの色になってるので、なんか周りは白だけどここだけちょっと灰色に近いのかな、なんかちょっと水色にも見えるような感じのカラーになっています。ちょっとくすみ系にこの部分だけなってます。でね、たくさん本当にスリップもねセールになってたりもして、今すごくお買い得かなという感じになっていますね。可愛いのからすごいセクシーなのもあって、ミニスリップっていうのもなんかここにね、なんかデザインが本当可愛いんですよ。なのでぜひチェックして、あとはこのホリデーシーズンとかにもぴったりかなって思いますので、今のこのセールの時期にこういうスリップとか、下着屋さんだけどこういうファッション系もセールになってるので、よかったらちょっとインティメイトさんのもチェックしてみてください。私はこれセールで購入したので合計で8987円になりました。
なので、まあ、定価で買ったら1万円超えはすると思うんですけど、すごくお買い得な買い物ができたかなって思います。という感じで今回はこの2点を紹介しました。ホリデーシーズンに向けて結構ね、いろんな赤い下着とかを紹介してきたと思うんですけど、お正月はですね、福袋系の下着も初めて買ってみたので、そちらも紹介できたらなって思ってますし、今着てますこのパジャマはパジャマのルックブックをしたので、よかったらそちらも見ていただけましたら嬉しいです。そしてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。